すかぼこすかぼこすかぼこすかかすかべやっハローみなさんこんにちはみやびんでーす今の自分何だんだろうと思ったぐらい意味が分かってなかったあんまり <laughs>、はい、今日はえっとネットの集団リンチについてですひもじどうぞ「はーこうすかはーこうすかよこすか」 が横横浜、ね、横浜んまあねあのね前から正義の味方マンの話とか、うん、まああとなんだろうね炎上とか、うん、そういうのをね、うん、語ってきましたが、はい、結構ね頭にきてるんでね、うん、途中熱くなるかもしれないですけど、はい、調子悪いんでならないと思います。はい であれなんか入ってんのかなこれ、まあ、っ入ってますかうん入ってません分かんないですけど<え>まあさあ、うん、なんつーのまあねあのまあおじるくんの時も言ったけど、うん、まあすぐ炎上っていうか、うん、まあ炎上っていう言い方するから多分みんなねエンタメ感が出ちゃうと思うんだけど。うん やってることはマジで集団リンチなんで、うん、まあ誰かが何かしましたと、うん、これ真面目に言うよもうマジで今回、うん、誰かが犯罪でもいいよ不倫でも犯罪でも、うん、何かをしました、うん、集団でもう寄ってたかってフルボッコにしに来ます何日間にもわたっていやさ日本ってさ法治国家なんですよ、うん 別に犯罪者もちゃんと捕まって法で裁かれて刑を受けるんですよ懲役だったり罰金だったり懲役10年とか無期懲役とかそこで罪を償うのにそのための法治国家なのに集団で寄ってたかって臨時するんだったらじゃあもう警察も裁判所も。 弁護士も検察もいらないなくせばって俺本気思うわけよ俺らが正義の味方なんだ俺らが悪いことしたやつらをぶったたくんだってやるんだったらいらないじゃん警察も裁判所も刑務所も刑罰もいらないじゃん弁護士もいらないし民法も刑法もいらないんですよそれを。 正当化するんだったら、うん、そういうすぐ叩きに行く、うん、集団認知しに行くやつらのは俺らが正しいって言うんだったらじゃあお前同じ目にあっても誰にも助け求めんなよっていう、うん、で逆にそれで何だろう誹謗中傷とか法に触れるような、うん、まあね最近あのねあの高級 官僚の方が引き殺しちゃった事件で、うん、まあそれをネットでだ、うん、ーってあの被害者の旦那さんにやった人が捕まりましたけど、うん、あの人もねまたね捕まった後ねやられてんですよ、うん、ネットリンチを、うん、家まで特定されて名前から何から全部でもあの人もそれで罪をちゃんと逮捕されて罪を受けて、うん ちゃんんと罰受けてて償ってんだからそれでいいのに、うん、さらに追い打ちをかけて住所を特定したり家族に攻撃したり始まるわけですよいやマジで法治国家なんで、うん、えなんそれって本当に何街中でだってネットって俺何度も言ってるけど公共の場所だから、うん、街中でやってるのと一緒だから。うん 街中で何百人何千人っていう人たちがその人に向かって集団でボッコボッコにしてんと一緒なんだよ、うん、やばいやつら、ね、そしたらその意識がないのよ、うん、で俺は最近っていうかまあ最近じゃないね昔からツイッターとかインスタ含めて炎上するところはフェイスブックみたいに全部実名制にしろって、うん、実名でもお前らやるんだったら認めてやるよ、うん、自分の素性を明かした上で そういういこと、わほみたいなことやるんだったら、うん、まあそういうやつなんだろうから、ね、かいいよって感じだけど、うん、匿名だからって調子に乗ってやってるっていうのは本当卑怯なんで,、うん、で実際フェイスブックとかってそこまで炎上しないし実名主義だからなんだろう昔はねマウント合戦とかさ、うん、リア充の集う場所とかってね、うん、言われてたけど、まあ、結局盛り上がんないから。うん 若者も離離れれユーーザがどどんんててっっちゃってるわけですよ、うん、Facebook の場合は、うん、でね Twitter もねイーロン・マスクにね経営者が変わるんだったら<ー>もう彼は匿名性やめたいみたいなことも言ってたんで、うん、まあ思いっきり実名制にしてもらった方が、うん、まあいいよね、うん、法治国家なんで、うん、日本も、うん、そういうアホやるやつ激減すると思うんで。うん まあそこで偽名使えないようにもう何だろうねあの最近さあのまあ LINE とかも電話番号から何か他の SNS もそうだけど登録しないとアカウント作れないけどそれだけじゃなくてもうあのね何だろう例えばあのメルペイとかさあと LINE も LINE なんだっけ LINE コインじゃないな LINE なんちゃらってなんか お金を代わりにメルペースマートみたいに何かカードみたいに枠ができて買い物して後で払えばいいですよみたいな時に必ず身分証の提出があるじゃん写、うん、メで撮って、うん、同じことすりゃいいと思うね、うん、SNS も身分証を写メで撮って提出しなかったらアカウント作らせないとかってやって、うん、まあそれでもねみんながねもうねアホみたいなこと言ったり 集団リンチやったり、うん、もう何かやった人のとこ叩きに行くんだったらまあもうしょうがないですよ。うん、そういうい人だからね、うん、でも一回やってみるべきだと思うし、うん、だ本当に理解できないっていうかよく考えてほしいのは、うん、えなんで法的に罰せられているのに、うん、その人に対してさらに。 やらななきゃいけないけののっていうがが俺は意味だかいそれをやるのが正しいっていうんだったらもうその人は刑罰を受ける必要がないし、まあ、例えば不倫だったら慰謝料を払う必要がないし、うん、何もする必要がない、ねうん、それ以上のことされちゃうんだから,、うん、だからそこをね本当にね民度低いっていうかね、えー、もうアホみたいに酔ってたかって。うん ましてや別に関係ない人間なのに <laughs> 全く関係ない人間なのにやっててね <laughs> まあ最近またそういうのがね増えてきたからねでもすごいよね逆にさ <laughs> 知らんのにさ肩入れしてきるっていうさなんかその逆にすごくない、うん、その感情 <laughs> まあだから日頃ストレスが溜まっててそれの発散する場所になってんじゃないのみたいな気もするし、うん、まあ,あと暇じゃなきゃ無理なんで、うん、粘着っていうのはうん、うん、ねだからね まあ本当なんだろうっていういや真面目にねこれはねコメント欄で聞きたいっす。あの日本法治国家でしょいろんな意見あるの知ってます。犯罪者なんだから刑罰を受けたってそんな刑罰甘いから例えば懲役3年とかしっこいをついたら甘いとかだから叩いていいんだとかまあ刑を受けても社会的に。 罰を受けるべきだとかいろんな考えが皆さん持ってることは知ってますけど、うん、俺はネットでもリアルでもだからほんとリアルに置き換えてほしいんだよね、うん、ネットでやってる炎上っていうかみんなで攻撃しに行く寄ってたがって、うん、それって本当リアルな世界だったら街中で一人の人をみんなでフルボッコにしてんのと一緒だから、うん、それが体なのか心なのかってだけの話でやってることは一緒なんで、うん、だからそれが。 正しいっていうか正当だっていう意見の方の意見は特に聞きたいです、うん、俺はもう本当理解できないんで、うん、何が正しいのって、うん、だから本当この間のねなんか違う動画の時もねマインドが分からんって言ってたけど、うん、そういう人たちのマインドも俺分かんないんで、うん、1> 俺一回も叩きに行ったこともないし、うん、逆に叩いてる人助けに入って、うん、俺も叩かれたって巻き込まれるっていうのはよくあるけど。うん まほんとマインドが理解できないしだって普通だったらどうでもいいもんねある意味そうだからそこはほっとけいいじゃない話なんだけどまあよくわからんよだからそっちで僕らが罰を与えるんだっていうんだったらじゃあ刑事罰も民事でもいいですけどそっちの罰も民事だと慰謝料とかそういうことになりますけど示談金とか。 賠償金だからもう究極裁判所も検察も警察も何にもいらないじゃん。うん、じゃあ君らが勝手に昔のどっかの国みたいに集団で裁けばいいんじゃねえのっていう感じなんでそれなのにそういう人たちに限って何かあったらすぐね警察だとかねあの法律出してくるんで、うんうん、矛盾してんだよね。うんうん からね。あん当ねんか見てていやまあ今まではこういうことは俺ずっとツイッターでツイートしてたんだけど語りでも独白って言ったからこうやって言ってんですけどまあ本当意見聞きたいです。本当に犯罪者でもいいです。もう犯罪を犯して報道され捕まり刑を受けた人に対して。 えー、出てきたらなり、うん、執行猶予がついて、うん、刑務所に入らなかったら、うん、でその人がネットにアカウントを持ってたら徹底的にみんなでフルぼっこにしに行くっていうのはどう思いますかっていう問いです。が聞きたいです。という問いです。という問きます。と、うん、ね、まあちょす。ともうそういうのそとういう問いです。という問いです。うん、とねみんなで、まあ、何回も言ってるけど みんながお互いリスペクトして楽しく笑っていけるリアル世界ネットの世界変わらずしませんかっていうことでございます。はいというわけで切れなかったですけど <laughs> 私はダラシ。 途中若干おスイッチ入るかと思ったけどねキ <laughs> レスイッチ入るかと思ったけどなんだかね切れなかったけどまあでも本当にその通りはもう正論でしかないからね本当になんかうん私もなんかよくわからないなぁとは思ってるのでなんかそういう心理持ってる方は是非ともコメントしてみてくださいはいまあ、でもうんもまずひもじい相手にそのコメントができる勇気があるのが私は褒める褒めるけどね もうひもじいに関して私はそういうのはねうんみんな勝てないと思うから <laughs> まあなんか勇気ある方どうぞって感じですはいそんな感じですね皆さん今日もありがとうございましたよかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いしますじゃあね